アルコはアメリカ合衆国のアイダホ州にある都市。人口は2000年国勢調査時で1026人。ビュート軍の軍庁所在地である。南西の国道2 5号線沿線にはクレーターズ・オブ・ザ・ムーン国定公園があり、東にはアイダホ州国立研究所が位置する。ビッグロスト川沿いのロスト川渓谷の玄関口である。ルートホックとして知られていた1901年。 町は、駅は車道の交差点となった。そこで、町の有力者らは、町の郵便局の名を、ジャンクションとしたが、郵政公社の総裁がありきたりだとして、当時ワシントン DC を訪れていた、ドイツ人のゲオルクフォンアルコにちなみ、アルコにしたらどうかと提案した。ゲオルクフォンアルコは、無線通信のパイオニアである発明家で、1903年に、 テレフン券が創設されると指導エンジニアに着任した。原子力発電を世界で初めて導入したコミュニティで1955年7月17日に近くの国立原子炉試験基地の物理学原子炉が稼働を開始した。しかし1961年1月3日には SL-1 原子炉がメルトダウンし3人が亡くなった。これは 世界初の原子力死亡事故である。アイダホ州国立研究所による交付金、農業、ロスト川渓谷のレクリエーションが町の経済基盤である。国勢調査局によると総面積は2.3平方キロで全域が陸地である。町で最も特徴的な地形は丘の岸壁のあちこちに数字が描かれたナンバーヒルで、 1902年から毎年ビュート郡高校の卒業生が数字を描く。2000年の国勢調査時点で、この市には1026人、427世帯、269家族が暮らしている。人口密度は1平方キロあたり450.2人で、平方マイルに換算すると1163.9人となる。住居数は505件で、1平方キロに、 平均221.6件が立っていることになる。住民のうち白人は95.13%、アフリカ系は0セ4 9ネイティブアメリカンは1.36%、その他の人種は1.75%、根結は1.27%、ヒスパニックは3.61%を占める。メインストリートに面する市役所圏。 レクリエーションホール427世帯のうち29.3%は18歳未満の子供と暮らしており 48.、48.2%は夫婦で生活している。11.9%は未婚の女性が世帯主であり 37.、37.0%は家族以外の住人と同居している。34.0%が一人見世帯で15.2%を 独居老人の世帯が占める。一世帯あたりの平均構成人数は2.35人、家庭の平均構成人数は3.04人である。住民のうち27.9%が18歳未満の未成年、6.8%が18歳、以上24歳、以下、22.4%が25歳、以上44歳、以下、25.8%が45歳。 以上64歳以下17.1%が65歳以上となっており平均年齢は40歳である女性100人に対して男性が91.8人いる一方18歳以上の女性100人に対しては90.7人いる一世帯あたりの平均収入は27,993ベイドル家族ごとでは34,688ベイドルである 男性の平均収入は34,688ベイドル。女性の平均収入は17,386ベイドルで、労働者でない人々も含めた、住民1人当たりの収入は14,744ベイドルとなる。総人口の22.6%、家族の19.6%、18歳未満の子供の33.8%、 および65歳以上の高齢者の15.8%は貧困線以下の収入で生計を立てている。ありがとうございます。